皆さんこんにちは、シルカーズチャンネルの大峰です。今日は JR 駅大久保駅から徒歩10秒の場所にある油そば専門店のせ屋さんに来ております。油そばはあっさりしていて美味しいのはさながら、今回は店長ののせさんにフォーカスしてお店を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それでは早速お店に入ってみたいと思います。入り口のドアは常時開けており、換気をしっかりされていて、入り口の椅子の上にはアルコール除菌スプレーが置いてあります。アットホームな店内にはマスターのイラストや写真が飾られており、天井にはなんと裏メニューなどがびっしり貼られております。お店に入ると常連のお客様に出迎えていただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや本当にここのね、あの野瀬さんの油そばって美味しいですよね。はい、全然です。常連になってます。正解です。はい、結構ね、高校生の子たちが結構来てくれるので、いや、うちとはむちゃんね、お店としても、ね、ありがたいですね。どれにしようかな。今回は油そばの五のせのボタンをポチッとしました。こちらが食券です。はい、ありがとうございます。五のせ油そばですね。はい、麺の量はどうしますか。大盛りが無料でできるんです。大盛り無料なんですね。普通盛りでいきたいと思います。普通が5つそのメニューから選べるんで、温玉、温玉、チャーシュー、ネギからもやし、ネギからもやし、はい、ネギ、ネギと、もう一つですね、やっぱり刻みネギですね。はい、五のせ油そばが到着しました。トッピングは温玉、チャーシュー、ピリ辛もやし、ネギ、刻みネギの5種類。この分厚い豚バラ肉のチャーシューが特に美味しいですよ。それでは早速ね、具材と麺を混ぜていきましょう。混ぜ終わりました。それではいただいてみたいと思います。うん、美味しいな。卓上にはナンプラーや山椒など豊富な調味料があるので、自分好みにカスタマイズできます。今回はナンプラーを入れてみました。いや、いろいろ楽しめるのいいですね。本当にね、多分同じ味が作れないと思うんですよ。うん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 、はい、なるほど。二度と出会うことができないかなっていう。はいはい、はい、自分でカスタマイズした、ね、世界に一つだけの油そば、はい、ということですね。そういうのはやっぱ売りにしたいなと。はい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 、うんうん、これはやばすぎるな、このうまさは。本当に麺好きなのか。うん、あ、そうなんですね。毎日でも大丈夫。あ、そうなんですね、うん、自分も油そば毎日食べるんですよ。うんうん、まあ、もちろん味見のあれもあるんですけど、うん、自分純粋にこの油そばが好きなんですよ。うんうん、はい、それでやってる感じが、ね、うん、はいはいはい。まずちょっと食べながら質問なんですけど、はい、全然してください、はい、髪型ってなんでモヒカンなんですか。モヒカンはね、やっぱりなんかインパクトある感じでやった方がいいかなと思って、はいはいはい、お店オープンした3年前からこの髪型にしてるんです。あ、そうなんですね、はい、非常に可愛いですね、はい、まあこのタトゥーもあるんで、はいはい、タトゥー、まあ、タトゥーが入ってるんで、やっぱこういう方がいいのかなっていう、はいはい、なるほど。インパクト出すんだったらもう出した方がいいのかな、はいはいはい、はい。最初私服、洋服かと思ったんですよ。ああ、そういうたまに言われます、ね、こういうのありますからね。ああ、そう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 、はい、はいはい、こういうなんかタトゥーのデザインの、はいはいはい、いや、非常におしゃれですね、はい、お店はいつ頃オープンなされたんですか。お店はね、もう3年前ですね、2017年の7月ですね、うん、はい、なるほど、はい、もう
かれこれ3年ぐらいですか。そうですね、もう4年目に入りました。4年目ですね、はい、はい。まあ、あのフィリピン の、 あのバギオで、はい、あの街の清掃をして、はい、地元メディアから、まあ、注目されたそうですね、はいはい、そうですね、最初ですねフィリピンに語学留学で、行って、で半年間、まあ、語学学校通って、まあ、その後学校卒業した後にたこ焼きの屋台を向こうでやってまして、でそのたこ焼きの屋台がショッピングモールの中にあるんですけれども、その営業時間の前ですね、では午前中ですね、毎朝ちょっと街の、まあ、ゴミ拾いちょっとやってたっていう感じですね、はい、なるほどね、はい、この美味しい油そばですよね、はい、こだわりは何ですか。こだわり、そうですね、まあ結構油そばって言ったら結構濃い味のものだったりとか、まあ、油っぽい、まあ、ものが多いと思うんですけども、まあ、うちの油そば比較的こうあっさりした感じの、まあ、醤油だれの、まあ、タレに、まあ、太縮れ麺を、かき、絡めて食べてもらうって形ですね。あと、まあ、卓上に調味料が、まあ、豊富にあるんで、まあ、それをちょっと加えてもらって味を変えてもらうっていうのがうちのスタイルですね、はい。あと気になったんですが、はい、あのこちら浜崎あゆみさんが座る席とか、はい、そうですね、あのね、あの、はい、ガクトさんが座る席とかあるんですが、そうですね、まあ、実際来ると座る席ですね。ああ、なるほどね、はいはい、実際来た時に座るってことですね。たまにあの来たんですかって言われるんですけど、まあ、来たら座りますねっていう感じで答えますけど、はいはいまあ今はね、まあ、このコロナ、はい、まあ、大変ですね、はい、まあ、いつ収束するか、まあね、先行きが見えない、まあ、世の中ですが、はい、店長はいつもね明るくて、はい、そして、まあ、美味しい料理以外にも、はい、たくさんのね元気をね、はい、私来るたびに、まあ、いただけるんですが、はい、どこからこのパワーが出てるんですか。まあ、そうですね、やっぱりもう来てもらえることがやっぱり嬉しいですよね。特にこういうコロナウイルスでやっぱりお客さんのやっぱり数がやっぱり明らかに減ってるんで、まあ、そういう中こう来てもらえるお客さんに、まあ、自分がやれる限りの、商品油そばを出してそれを食べてもらうっていう、そういう思いがやっぱり一番強いとは思いますね、はい、あ、なるほどですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい。